春日ガ市立藤山大東小学校は、かつて愛知県春日ガ市藤山第一丁目一番地にあった市立小学校。1971年4月1日に高蔵寺ニュータウン2番目の小学校として開校。児童数の減少により2013年3月に閉校し春日ガ市立藤山大小学校に統合された。 校舎をリノベして2018年に開業したグループ、富士と宇古度経済成長期の1960年代には、愛知県春日市東部に高蔵寺ニュータウンの建設が行われ、1968年には最も早く富山台への入居が開始された。1968年5月に開校した春日市立富山台小学校から分離独立する形をとって、 1971年4月1日に高蔵寺ニュータウンで2番目に開校した小学校が藤山台東小学校である。なお、1973年4月1日には春日ガ市立斉藤山台小学校が開校している。通学する児童は中層の集合住宅の住民が大半であり、進学先は春日ガ市立藤山台中学校だった。 児童数は1979年度の803人がピークであり、以降は高蔵寺、ニュータウン全体の高齢化に合わせて児童数も減少していった。1987年の児童数は569人だったが、平成に入ると児童数が一気に減少し、1997年には283人、2007年には202人となった。 2010年代になると、東高と藤山大小学校は1学年に1学級の小規模校になったことから、春日市では初めての過小規模による学校統合をされることになった。2013年3月31日に並行し、藤山大小学校に統合された。2013年4月には、藤山大小学校が並行した東高の高に移り、東高の高が 富士山大小学校となった。2016年4月には、富士山大三丁目二番地の元の高知に、富士山大小学校の新校舎が竣工したため、元の高知に戻った。2016年4月には、斎藤三大小学校も、富士山大小学校に統合されており、富士山大の三小学校の統合が完了した。跡地の活用方法は、 様々な検討がなされたが、2018年4月1日には、校舎をリノベーションした、多世ガ交流拠点施設、グルッポ富士島が開業した。部分的に教室と廊下の間の壁などが取り除かれ、図書館や地域包括支援センターや、コミュニティカフェなどが入っている。ABC、63世、教育60周年記念愛知県小中学校誌。 愛知県小中学校長会2008年 AB、春日ガ市参考統合賞13年度に解体など、立達通り新聞 AB、クルッポ富士島がオープンしました。春日ガ市役所2018年5月17日閲覧、ありがとうございます。